針重ね高信針重ね高信2月1日から1952年6月5日は日本の編集者、アマチュアテニス選手。武侠世界などの雑誌で主筆を務め、また日本のテニスの普及、振興に尽力した。山形県南大分郡、南原薫泉村出身。父親の幸い主は地元の名士で住民から記念碑を建立されるほどであった。米沢中学を経て1903年に早稲田大学英文科に入学。早稲田を選んだのは坪内逍遙に憧れたためであった。また、庭球部に入部し、ここから本格的にテニスを始めることとなる。早稲田大学卒業後、読売新聞、東京日日新聞を経て、1912年、押川春郎に請われて、飛田水秀と共に、武侠世界社に入社。1914年に、押川が病死してからは、実質上の社主を務めた。1923年に、武侠世界社を退職し、以後は、自費で、テニス雑誌、ローンテニスを発行したり、日本庭球協会の理事、顧問などを務めるなど、テニスの普及に全力を注いだ。また、テニスプレーヤーとしても、当日トーナメントベテラン男子の部において、シングルスで1回、ダブルスで11回優勝するなどの実績を残している。1952年6月5日、胃潰瘍のため死去。67歳。墓所は、米沢市の長松寺。ありがとうございます。